PJ 自慢 F1 サーカス310から312枠目。はい、よしべえさん、3個目さん、おはようございます。本日もよろしくお願いします。デンデルデルデル、ランボタンプッシュ、バックアップ、バックアップされたデータをロードします。ファイルを選んでください。 F1 サーカス1、ウェルカム、ラックスジュニア。はい、黒風さん、おはようございます。本日もよろしくお願いします。10万石さん、おはようございます。現在ラックスジュニアの成績は40ポイント、ランキングナンバー2。このシーズンで全てが決まる。はい、サンジュさん、G関係さん、おはようございます。ヨシベイさん、ありがとうございます。スターダースボーイ、ノーコンキッドさん、おはようございます。さあ、ラウンドナンバー10 in ハンガリー。コース、ハンガロリンク、ディスタンス 4.013km、 ラップ7、ウェザーファイン。はい、12個目さん、おはようございます。セッティング、タイヤ OK、 シーソフト、エグゼット、それ今関係。はい、ルドさん、おはようございます。フリーラン、さあフリーラン、キャー、ジュニア、ハンガリージュニア、ハンガリーレディオ、キャー、イエス、もちろんワールドチャンピオン、それしかないと言ってますね。イエス、アイワールドチャンピオン、フォーエバーワールドチャンピオン。キャージュニア、今日もわかんない。はい、おはようございます。 F1 グランプリイタイム出てからやるんだった。ザータクラップ、わらわら、パチパチパチ、よし、地球は絶好調だけど走りがフラフラ、わらわら、あとこの右だ、最初右寄りだ、ジュニア、オッケー、オーイエス、右に寄っとこう、右寄りね、右の後左寄り、レッドコーナーだと右に寄っとく。はい、今年の記録は24秒でした。今年一発目、素晴らしい記録が出ました。 Go! 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 Go!No, no, 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 no. Yes. はい、おはようございます。 F1 グランプリ in ハンガリー。 Go, 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 go. はい、おはようございます。 OK、 納得の表情。はい、アガドダイモンさん、農協牛乳さん、今日この旦那さん、おはようございます。はい、27個目さん、おはようございます。セッティング、タイヤ、旧タイヤ、エグゼット、プラクティス。さあ、流れるように予選まで来ました。ハンガリーグランプリ予選、キャー、ジュニア。さあ、ハンガリーレディの茶色い声援に囲まれてジュニアが出ました。右寄り忘れてたぞ今。オッケー、右寄り右寄り、最初は右、あ、ちょっと最初は右寄って、その後左、オッケー、おいです。レッドコーナーの頭も右寄り、その後左寄り、おいです、オッケー、また左寄り、左右、はい、さあダックラップ、レッツゴー。もう事件性のある悲鳴なんよ。キャー、
ジュニア。ジュニア。あそこ揺れなくていいよ。レッドコーナーもう全速行こう。旧タイヤなら全速だ。オーケー。オーイエス。ゴッ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 。さあ3周目37秒29。12あちょっと早かった。あれぐらいはみ出たぐらいじゃ大丈夫だ。スピード落ちてない。ノンステップノンストップスピード。オーケー。オーイエス。おお37秒19。ワン・ツー・スリー・フォー・ジュニア。さあマクラーレンのベルガーが先頭で、マクラーレンの2人が先頭、その後にフェラーリ、そしてジュニア、そして我らが中島さん、アグリさんも予選突破。しんがりはアルボレートが務めます。セッティング、タイヤ、シーソフト。ヘイジュニア、ハッピーニューイヤー。インタビューオーケー。マイネームイズジャパニーズテレビジョン、ワイカちゃん。オーイエス。オーケー、ハッピーニューイヤー。オーイエー。オーケー、ハッピーニューイヤー。オーシャプライ。ヘイジュニア、you happy new year Hungary Grand Prix two times, one, two, three times, only three times win. Why only three times win? Okay? Do you think so? Oh, three times win? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6,9 times, 9 times, or, Hyosho, okay, Hyosho die, oh yes. Well, no point, race, only two, no point race. Oh, okay, do you think so? No. Oh, no point race, eight or two times.Why 8 or 2 times? Do you think so? No. Why do not? Well, I don't know. 8, machine trouble. Another race, very good, milk prize. Oh, milk prize. Oh, yes? Do you think so? Oh, okay. Sorry. Very good. Thank you very much.はい、東郷さんおはようございます。はい、ジュニアにですね、ハンガリーグランプリ3回しか勝ってないじゃないかと、3回しか勝ってないのはなぜなんだい、ハッピーニューイヤーと聞いたところですね、ジュニアも、ハッピーニューイヤー、3回しか勝ってないんじゃなくて、入賞全部してると、2回しかノーポイントだったレースはないんだと。ここまで15年間戦って13回は全てポイントを取ってるし、表彰台の回数も3位以上の回数も8回はあるんだと、そのどこが不満なんか、どう思ってんだいと逆に聞き返されたんで、いや、ノーポイントのレースは2回しかないと言ってるけども、ノーポイントのレースは8位が2回もあるじゃないかと、この8位2回は何であったんだいと言ったところ、いや、それはマシントラブルだったんだろうと、そんな大したことじゃないだろうと、他の入賞ばっかりのところをもっと、君は強調したらどうだい、 Do you think so? と聞かれたんですね。いや、そこを強調するのは僕の仕事じゃないんでと言ったところですね。はい、バーソーさんおはようございます。トモさんありがとうです。あ、これはこの今の英語はね、すべて、ハンガリー語の字幕付きでね、ハンガリーにも、配信されてるんでね、ハンガリーの方も安心です。 You are Hungary? Oh yes, Hungary. はい、さあハンガリーグランプリ決勝です。ここからは絶対に負けてはいけない。I'm hungry. Cup noodle. OK! So hungry!
きなりのライトコーナー、オッケー、ライツライツ、オッケー、オッケー、右寄り。さあマクラーレン2人が逃げている、マクラーレン2人を追っているジュニア、お見えてきた、マクラーレンのお尻が見えてきた。さあ切れよく行く、キャージュニア27歳を得る、はい、あれです。35歳の男性の方ハッピーニューイヤー、オッケー、42歳の女性の方もハッピーニューイヤー、オッケー、10歳の、女子高生の方もハッピーニューイヤー、オッケー、19歳の男性の方もハッピーニューイヤー、オッケー。さあいろんな方からもハッピーニューイヤーと来ております。さあ来い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 。さあまだマクラーレン見えてこない、さあ何秒でしょう、わやかちゃん2秒、はい、あれです。2秒差を追いかけるジュニア、ちょっとはみ出た、ちょっとはみ出た、3秒、雨降ってきた、なに悪いところで雨、最悪だめ、うわちょっとこんな雨はちょっといかん、最悪のとこでタイヤ交換になりますね。よしみさん、はい、雨ですねこれはね、 50%、 はい、あれです。でもフェラーリ事故ってましたね、フェラーリタイヤです、どっちですか、まんちゃん、まんちゃんタイヤ、さあレンタイヤ、おっと重なった重なった、クイクリクイクリクイ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 クいくよ、くれ、あーあーくそー、あなたツイッター社の偉い人ですか、どうもツイッター社の偉い人です、イーロンゆるさん、はい、ありがとうございます。ツイッター X に変わっちゃいました、なんで X さんだよ、青い鳥がつぶやき鳥だろ、ゆるさん、イーロンマスクでも売っちゃったから、はい、ありがとうございました。元ツイッターの偉い人でした、どうも元ツイッターの偉い人でした。あ、笹岡さん、ロキ君、かなこさん、どうもサンバカトリオです、今日も頑張ってます、はい、ありがとうございました。上位が見てこない、わらわら2人まくられですからね、上がね、まくられなかったらまだいいんですけどね。残り 2周、追いつけないのか、後ろちゃん7秒差、4位独走中、あー周回遅れかけたくない、No, no, no! You are back! Ah! 今 You are back で聞こえませんでした、観客席でしょうね、それかピキの声か、ファイナルアップ、前見えない、周回遅れしか来ない、おいこらおいこらという声、まだ邪魔しに来よった、やった、うわー見えない、あーマクラーレンワツー、これは希望が打ち砕かれる、マクラーレンワツー、ハンガリーに神はいなかった、なあハンガリーに神現れず、
ジュニア2年連続の4位ハンガリー、ベルガーに6点差をつけられて、これは痛い。ジュニアとの差が13ポイント。これは強烈。まあ雨が降ったのがいけませんでしたね。さあラウンドナンバー11ベルギー。ベルギーはジュニアの得意コース。おっと雨降ってる。スーパーフランコルシャン。ディスタンス 6.940km ラップ5。ウェザーレイン。フリーラン、ゴーゴーゴー、レッツゴーゴーゴー、ジュニア。さあベルギーはここはジュニア全て入賞している得意中の得意コース、鈴鹿に次いで勝ち星数が多いコース、15回中12回優勝を誇る得意のコース。あ、これ3段階、2段階右折の後に、レフト、ライト、ライト、レフト、ライト。オッケー。レッドコーナー。ミランレードコーナー、それでくねくねがある。マユミヤさん、ジュニア選手が得意とするハンガロリンクでやや不調のようですが。ちょっとね、これまあ入賞はしたんですけど、ベルザーより前行っときたかったですよね。ベルザーに、ベルザーのね、後陣を配したのがちょっとね、これは痛いですよ。非常に痛いレースになりました。ジュニアのね、リゼの関係者も痛いと言ってましたね。ベルザーに負けたのは痛いと。ベルガーに最後勝っときはね、良かったんですけども。そういえばジュニア選手、スパと鈴鹿で得意なのに、はい、いらっしゃい。理由があるのですか。もうとにかく第二の僕なんだと。やはりベルギーといえばラックスワッフル、ラックスワッフル、ラックスチョコレート、この2つの2大、食べ物が、後押ししてくれると言ってましたね。やはりこの世界三大チームのね、珍味の一つ、ラックスワッフル、ラックスチョコレートが、これがすごいと言ってましたね。悪質ショートカットギリギリの走法をしているという噂もありますが。 No 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 ショートカット GO GO。 まずレッドコーナー、レッドコーナーだとすぐ左、わらわら GO 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 GO。レッドコーナーのサイン出なかったじゃないかよ。おい、刺さった。3回目でレッドコーナーなんですけどね。はい、76個目さんおはようです。はい、69個目さんおはようです。まずはレッドコーナーね、レッドコーナー、そして左くねくね、右くねくね、くねくねがあって、長いストレート、はい、ライトコーナー2回、3回目がレッドコーナー、これね、レッドコーナー今出たけど、インフさっき出なかった、左、で左右、左、右とね、解説は今宮さんと聞いて、はい、そして右、真由美でした、すいません。では私も家にある珍味柿の種をいただきますね、バリバリもぐもぐ。柿の種いただいてください。OK。もう一回復唱していこう。まずレッドコーナー、はい、レッドコーナー右、はい、で左によってくね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 、はい、右3回ね、3回目が きついよ、はい、1回2回3回目きついよ、はい、3回すぐレフト、はい、OK、 でレフト1回、2回目がすぐ右が来る、はい、2回目すぐ右が来る、はい、 OK、 で左よっとか、もう一回右が来て、左が来て、もう一回右来て、ジグザグが来て、左寄っとく、はい、OK、 で右、右寄っとく、 OK、 で左でファイナル、 OK、
納得の表情、納得の表情でレインキュー。さあベルギーグランプリ予選です。納得の表情。スーパーウェザーに見舞われてしまったベルギー、納豆は食いません。レッツゴー。まずレッドコーナー、はい、左をとぐ、オーケー、くるくるくるっと、右3回ね、3回目きついよ、1、2、3、レフト、はい、すぐレフト、はい、すぐレフト、左1回、2回ですぐ右が来るよ、2回目すぐ右が来る、はい、OK、で右、左、右、左をとぐ、OK、右、右をとぐ、OK、左で OK、さあ、タックラップ、キャージニアワン、ツー、スリー、フォー。ちょっとはみ出たか、問題ないでしょう。オッケー、ゴゴ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 。37秒38。1、2、3、 OK、 完璧だ。あー、日物ロータスのスポンサーやってましたからね。スペシャルもね、ロータスは実名なんですよね、 PC エンジンの92は全部ね実名になりましたけど、スペシャルまではね、ロータスだけ実名。おお、37秒36、はい、ウルフ小鉄さんいらっしゃい。ワン、ツー、ジュニア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 。さあ、マクラーレに挟まれたジュニア、さすがフロントロー。さあ、中島さん、鈴木さんも予選突破。響くツージュニア。セッティング。レインソフト。Hey, ジュニア、インタビュー OK。My name is ワイカちゃん from 九時テレビジョン。Your interview. Oh, yes. Oh, Lux chocolates and Lux waffle. Do you eat Lux waffle? Lux, or Lux chocolates? Oh, no, Pugia Jr. Spray. Oh, yes. I eat Lux chocolates and Lux.ワッフル、OK、Oh yes、Oh yes、Thank you very much。はい。ラクスチョコレート、ラクスワッフル食べたかいと聞かれたんでね、食べたよと聞いたらだ、ジュニアご機嫌でした。さあ、レインソフト、聞かれて、ベルギーグランプリ、ジュニアの得意中の得意と言われている、ここ、フロントローからの、開幕！まだいきなりのレートコーナー。オッケー。さあ、もうジュニア指定席、ベルギーでも指定席、絶対にここはもう最後まで譲らないという気迫を感じる。さすがにもうトップに来た、トップに来た、これがジュニアのベルギー、ジュニアのスパだ、これがスパ王、これがジュニア、まるでスパ王、さすがジュニア、スパキング、スパキング、名付けてスパキング、ジュニアスパーキング。27歳より早く読んで、はい、あれです。32歳の男性の方、スパは安心して見られますね、はい、あれです。42歳の女性の方も、あ、スパは安心ね、はい、あれです。59歳の男性の方、やっぱスパは安心だな、はい、あれです。いろいろ安心という声が届いております。よし、完璧な走り、完璧な走り、まさに完璧と言っていいでしょう、ジュニアのスパ。年末の時点でダイソーはバレンタインチョコの準備して、最近は本当みんな気が早い。早いですね。あった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 。危なかった。もう恵方巻きの先に恵方巻きあるんじゃないですかね、またね。
さあ、レッツゴー。残り3周。オッケー。後ろだ、もう4秒73。みんな置き去りにして、まるで青い彗星のようだ。まるで青い彗星だ。さあ、周回遅れが襲って、あーっと真っ暗で見えない、あいつが保護色になってる。雨が降ってたんで、ちょっとこの機体が見えなかったですね、車体がね。大丈夫かジュニア。もう危ない危ない危ない。ほら中島、ほら中島という声、キャー旦那、僕身の声も聞こえます。周回遅れをパス、ちょっとウィングがいたんだ。しかしまあ問題でしょう。あと何周ですか。あと計画通り、あと2周です。あと2周。アスキーアート省略、バレンタインの前に鉄分だろ条項。オッケー。日本人なら鉄分だろうがってラモスさんが怒ってますね。さあ、またしても周回遅れ、気をつけたい。オッケー。ここでタイヤが黄色になっている。お前、周回遅れ、ジャバ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 、周回遅れ、ジャバジャバ。鉄分にチョコも食べよう。さあ、ファイナルアップ、変形ぜ。オッケー。ちょっと周回遅れ、まだ周回遅れ絡んでくる。6秒差、6秒51。マクラリン周回、お、マクラリン周回遅れ。オッケー、マクラリン周回遅れ。オッケー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 。これどっちですか、ベルガですか、セナですか、ワイカちゃん、セナ、セナですか。はい、危ねえ、また見えなかった今、見えねえ危なかった、とっさにかわしたジュニア。この雨ですからね、この雨の中でジュニアよくかわしました。やりましたジュニア、ベルギー連覇。オッケー、ジュニアベルギーがこれで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11連覇、11連覇ジュニア。パチパチパチ。あれ、セナ3位ですよ、セナ3位、オッケー。3位まで周回遅れにしたってことですか。そうですね、でも先に6位のベルガーの方が周回遅れになるんじゃないですかね。あ、ベルガーのピットだったんじゃないですかね、あの時ね。はい、これでベルガーと8ポイント差縮まった。これ大きい、8ポイント縮めてきた。天才的な走りで8ポイント縮め、5点差です。天才だった。さあ、5点差にしたところで、なあ、イタリアグランプリ、ここイタリアグランプリ、ジュニアの勝率が悪い第2番目のコース、イタリー。このイタリア優勝はわずか1回、入賞も表彰台すらも、ん、表彰台がその優勝した時だけ。5点差で中継ぎ登板ですか。うわー、これはいかんね。イタリア7位、9位、6位、7位、優勝9位、6位、4位、5位、11位、4位、8位、9位、8位、4位、13位、7位、5位と、はい、入賞わずか7回、表彰台はそのうち1回のみということですね。着外が8回、これは苦手なコースでしょう。イタリアモンツァ、ディスタンス 5.800km、 ラップ6、ウェザーファイン、ウェザーファインということでセッティング。ここはもうね、最初のくねくね、そこだけですね。ここでそのくね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 で毎回引っかかると、最初にくねくねがあるんですけどね、ここね。ゴーゴーゴー、キャー、ジュニア、くね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 、はい、今のくねくねですよね。あとはもうなだらかなコースなんで、ですから一旦抜かれたらもうね、抜き返せないというね、ところですね。
あとトップに立ってても、トップグループのマシンに乗っててもなぜか優勝も厳しいコースと。そうですね、この周回遅れで、あのくねくねで周回遅れに重なった場合ね、必ず事故が起きるコースなんでね、なかなか優勝厳しいんですよね、ここはね。ゴー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 。さあ、セッティング Q タイヤプラクティス。さあ、フリー走行を早々と切り上げて予選です。練習をやめていくスタイル。ゴーゴーゴー。もうくねくねはね、気をつけろと言うしかないですからね。直線で抜けられるラインがね、ないですからね。くねくねはね、もうくねくね合わせるしかないですね、ここはね。あっと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 。さあ、くねくね以外もちょっとね、油断しないことですよね、今みたいにね。くねくね以外はもう大したことないだろうと。今ね、高くくってたら、はみ出たらスピン。ここはね、もうはみ出たらスピンがね、とにかくはみ出たらスピンなんでね。要注意ですね。くねくね抜けてほっとしないことですよね。12アン、おかんびら、オッケー、ゴーゴーゴー。12アン、12アン、12アン、キャージュニア、チャオチャオアミーゴ。アミーゴじゃないわ、アミーゴ。イタリアの女性たちの熱い声援。12アンゴー。36秒94。オッケー。12アン、アミーゴってメキシコのような、アミーゴメキシコのような気がしますけども、メキシコの人がいたんですかね。イタリアにメキシコが突然舞い込んできた。ゴッ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 。36、93。ワン、ツー、スリー、フォー、ジュニー、ノー、ジュニーアップ、ファイブ、ジュニーアップ。さあ、ポールポジション、セナ、2位にアレジですね。アレジが9位。おっと、後ろがベルガーです。これはジュニアとしてはいいポジションですね。しんがりはアグリさんが務めます。ちょうどベルが抑えられるポジションなんで、ここはベルが抑えてそのままの位置をキープしたいですね。ヘイジュニア、インタビューオッケー。 I'm from Japanese television. My name is Waika ちゃん。 You are Italy Grand Prix. No win, no, no win, winノウィン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 。You are, do you think so? ノウィン。ノウィン。No, no think so. I don't think so. Oh yes. Oh yes. 殴られますよ。Oh, why? ノウィン。I support him? No. Oh, no violence. No violence. No violence. No, 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 no. Okay. No, 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 no. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Okay. Don't touch. Oh yes. Oh yeah. No interview. Okay. Oh, sorry, sorry. Okay.はい、ちょっとジュニアがね、怒りそうになったんで、ちょっと、おい、タッチすんなよ、タッチすんなよと、うん、暴力反対だ、暴力反対だと言ったところですね、ちょっと睨まれたぐらいでね、済みました。はい、おめえ、ノーインタビューにするぞって、言われましたけどね、あ、いやいやいや、そんなことはないんだと、ただね、僕はインタビューしたかっただけなんだと言いました。はい。さあ、イタリアグランプリ、ジュニア苦手ですけれども、なんとかベルガーよりは上に行きたい。とにかくベルガーより上に行けるのか。現在、予選では順位。ベルガーのすぐ前、6位がベルガー、5位がジュニア。レッツゴー。さあ、まさにデンジャーゾーン、デンジャーゾーン、あーと、デンジャーゾーンに引っかかった。おいおい、こら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 、うわー、あー、ベルガー、ダークだ、ベルガー、ベルガー逃げた。うわー、もうレッド、最悪、最悪。
伝説は、まあもうダメだこれ、もういきなりだよ。あのくねくねがとにかくね最初ダメなんですよね、抜けられない。デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、相変わらずひどいすぎる。チームメイツ、チームメイツ、あ、チームメイツもウィングやってますねこれね。あと急進速。デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、さあフェラーリも行った。結構各社ぶつけてますかね。ベルガーもぶつけてくれてないかな。2人は仲良し。デンジャーゾーン、さあウィングアイデオッケー、レッツゴー。デンジャーゾーン12番手、これは痛い。デンジャーゾーン、おいこら、おいこ、あ、もうトップが来た。あーちょ、フェラーリが、フェラーリスピー、あーちょ、デンジャーゾーン、いけ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 、トップを行かせます。おっと、セナが来た、セナが、あれセナかな、ベルガかな、やったセナです。デンジャー、あーっと、セナと、なんか先進だった。デンジャーゾーン、やってないわ。35歳の男性、はい、あれです、27歳を得る、やったわ、はい、あれです、31歳の男性がやってないよ、41歳の女性方、ジュニアやるわけない、はい、あれです。さっき目の前ですごい、ででででんでんでん、デンジャーゾーン、イエス、デデデデンデン、デンジャーゾーン、とにかくベルガーまで追いつきたい。ベルガーどこ行った、あ、またお前か、うわー、くそ、何やってんだ、ナイト競技よく絡んでくるな、おらーおらーって声、観客席の声、あの期待車体見にくいねな。デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、あ、またなんでここ急進速だ、お前なんだこいつ、くっそー、なんだよもう、何があいつ、もう最悪だ。さあ今だ、もちろんジュニアの声じゃないんですけどもね、観客席の最悪だという声が、うわうわ、次から次へと。13番手変わらず、これはサーキットの通り魔が生まれる予感。ワイパーに残り30、デンジャーゾーン、いらないいらない、またお前か、もうな、急ブレーキ式にしてこない、あいつわざとあれぶつけてくれるじゃないですか、ちょっと猛攻撃ですよねこれはね、わざとぶつけにしてるとしか思えないですよ。今ジュニアのところで急ブレーキしましたよ。急に失速してきてますからね。デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、さあ12番手、デンジャー、デデデデンデン、さあもうトップゴール、トップウィリアムス、ウィリアムス、とりあえずトップはウィリアムスでよかった。独走ですね、ブーテンですかね、ブーテン、パトレーズか分かりませんけど、どこぞ、2番手は PK か、3番手、4番手でよくまくられ、デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、5番手 OK、 落ちる、あ、これで打ち、あ、これベルガーノーポイント、これは OK か、ダウン、最初セナだよね、セナ、 OKOKOK、 ベルガーノーポイント、ホッとするジュニア、ジュニアもノーポイントですが、ベルガーもノーポイント、12位で完走はできませんでした、打ち切り、お、中島さんか、中島さんかポイントゲッツ、中島さんとサクサマキリにポイントゲッツ、あれと中島さんが5位6位フィニッシュ、キャーだな、5組も喜んでいる、パトレーゼがウィンでした、パトレーゼ、先ほど目の前で起きた大惨事はベルガーだった、ベルガーだったんだ、あ、ピケちゃんは何になった、おっと、ラックスジュニアさんもなかなかいいんじゃない、そうかしら、5ポイント差変わらず、否定されましたね、そうかしら、いやいやいや、あの片方はいいって思ってる、いいと思ってる、今晩私声かけちゃおうかしら、かければみたいなね、でも片方も好きなんですよ本当は、ジュニアに好意があるけど隣の子が
いいんじゃないって言ってるから、あの控えめなんですよね、はい、あのソバージュの方は、ソバージュの方控えめなんですよ。かければ、うん、ダブルミーニング、かければいいんじゃないみたいな。さあ、パスワード、さあ次は絶対に負けちゃいけないポルトガルグランプリ。ポルトガルグランプリは過去に 1,2,3,4 回勝利しているポルトガルコース、エストレル、ディスタンス 4.350km、 ラップで、あー、ウェザークラウド、絶対にベルガーに負けてはいけないが、クラウド、これは吉見さん、天気予報は 50%、 やっぱりね、雨降りますか、雨降ります、3週目あたりで確実に雨が、雨雲上空でポルトガル上空を覆ってます、もう完全に雨雲圏内、今にも雨が降り出しそうです。予選の時は降りませんか、まあ、フリー走行予選は大丈夫です、はい、本戦に入った3週目あたりが雨といったところでしょうね、確実に降ります。で 50% なんですか、はい、 50%、 もう確実です、ヘをしたらゲップが出るくらいに雨が降るのは確実です、はい、ありがとうございました。ヘをしたらゲップ出ません、出ないですよ、それ確実かな、わらわら、ゴーゴー、2回、3回、レッドコーナー、船があって、1回、左右か、左右、右、右、3回目で次左、右、あとホームストレート長い、マユミヤさん、後天時にマシンが見えづらいと抗議を受けたローラのマシンが今回も同じカラーで参戦してきましたが、何かあったん、力く、ちょっとね、あのマシンちょっと見にくいということで、他の他社からもね苦情を受けてますけども、あ、これ右寄りだ、レッドコーナーだと右寄り、ジュニア、オッケー、オイエス、3回の後すぐ左右とで、ホームストレート、ここ長い、オイエス、もう一回いとこう、1回、2回、3回目が、ね、3回の後4回目左にきついコーナー。OK、すぐ右寄っとく。OK、これだね、ここ間違いない。左1回やった後、右が3回、2回、3回だとすぐ左が来る、すぐ左が来る、すぐ右も来る。はい、OK。これがファイナルコーナー。あとはホームストレートまっすぐ。OK。さあ、セッティング9体絶対に負けられないポルトガルグランプリ、もう残り4戦目が離せない、ドンビスイット、これは目が離せない、エストレグラム、とにかくベルガーを撃退しなければいけないジュニア、ベルガー逃げ切れるのか、ジュニアが追いつくのか、1、3、さあホームストレートを抜けてアタック、ジュニア、
1 2 3 OK。37秒04。OK。 OK。 1 2 3 4 5。 OK。 34 35 36 7秒04。さあベストラップ叩き出して、スターティングクラッチ、グレッツ、ベルガー、セナのマクラーレン勢にマンちゃん、そしてジュニア、よく見た、今年よく見た流れ、よく見たポジション、中島さん、アグリさんも予選通過、絶対に落とせないポルトガルグランプリ、落としたらベルガーに負けたらその時点でもうね終わってしまうという覚悟を持っていると言ってましたジュニア。イエス覚悟。Hey, Junior, interview okay from Japanese、television, Kuji television, Waika-chan, my name is Waika-chan, okay? 大事な大事な。No, concentration, okay. Oh yes, concentration. Oh yes, oh yes. Oh, oh yes, interview okay? No, concentration. Oh yes, oh yes, okay, interview okay.、you political, no, 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 concentration, interview no, okay? Oh, interview okay? Oh yes.Do you think so? You Porto Grand Prix win 6, second win 3, 7, win 8, 3, 4, 6, 4, 3, 4, okay, 6, 4, 3, 4, okay, win. Oh, yes, do you think so? No, do you think so? Okay, thank you very much. はい、ジュニアね、ちょっと集中したいんでね、そんなインタビューかけないでくれと、声かけないでくれと、僕は集中したいんだと、とにかく、集中したいんでね、ちょっと声かけるんじゃないと言われました。はい。さあ集中しているジュニア、絶対にもうベルガーには負けられない、負けられないジュニア、仕事中ですがこ、 OK、 はい、152個目さん仕事中にね、いらっしゃい、ポルトガルグランプリ決戦。さあマクラーレンを追いかける、 OK、 1回2回、3回でレッドコーナー来る、うまくかわして、 OK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 、 さあかわして、おっと背中また抜いた、さあ背中ベルガーの防衛するのか、だらけだね、あーだらけだね、背中をかけるジュニア、だらけでだらけてる男だけで困りすぎ、だらけてるの方だったのか、わらわら、オーケー、セナをかわして、男だらけで、だらけ男だらけ男だらけ、うん、まだまだだ、だらけ27歳より歌なんか歌ってないで早く読んで、はい、ありがとうございます。32歳の女性の方、早く読んで、はい、ありがとうございます。さあ、ベルが大きく、男のある、あー、雨降ってきた、ここで雨、ここで雨降ってきた。年末の紅白の候補曲だもう、わら。ここで雨が降ると、さあ、予想通り3週目で雨。だらけてだらけてるだらけてるだらけてるだらけ、さあ臨体最高感、タイトルは男だらけてるでいいですか、男だらけてるでしょうね、男だらけ、もうマクラーレン独の昔にスタート、マクラーレン何秒でしたか、マクラーレン 0.5 秒、
違う、私もバッチリ当てましたよ、これバッチリ当てました。だらけー、あ、また1個あいつあいつまた出た。オッケー、何に抜いた、危ないよね。だらけー、だんだんだん困る、周回から多すぎ。吉住さんの天気予報ってコインを投げて決めてるのと一緒と言われてますが、いやいやいや、そんなことないですよ。天気図見てます。4番手変わらず、3番手上がった、ベラリ抜いた、あと前のせいな、ベルガのみだから。だらけてる、だらけて、だらけてる、だらけてる、あんだらけてる。さあ、セナと何秒ですか？ 2 秒差、2秒差ですか？はい、前2人マクラーレン、一番前行っちゃいけないのが前行ってる。だらけ、だらけ、よし、オッケー、抜いた、ベクレン抜いた、オッケー、もう一体、あとベルガー、ベルガーと何秒差ですか？ 3 秒、3秒、はい、困る、男だらけで困る、男だらけで困る、スリップストリップで離れない、ジュニア、で困る、離れない、だらけで、だらけてる、だらけてる、あー、だらけてる。ベルがまだ見えんな、ベルが独走してる、だ、またお前か、どこから出てくるんだお前は、だらけてる、あぶねー、あー、もうベルが優勝した、うわー、2位だった、追いつけなかった、3位がベルガ、優勝せいだ、せいだ、あー、ベルガだ、うわーうわー、もう一周なかった、2位だった、これは痛恨、うわー、これで8点差、8点差、8点差、痛い、やっぱ雨が降らなかったらね、たらればですけどもね、雨が降ってなかったらいけたんですけどね、雨のピット交換で差がつきましたね。さあ、スペイン、意外と勝ってないスペイン、ここまで2回しか勝ちがないスペイン、ヘレス、ディスタンス 4.218km、 ラブゼロ、ウェザーファイン、ヨジルミさん、お、僕のせいじゃないですよ、ゴーゴーゴー、レッツゴーゴーゴー、ジュニア、スペインで勝たないともう優勝がなくなってしまう、スペインでとにかくベルガーと差を縮めないといけない、スペインはくねくねか、レッドコーナーが一つもない、うん、レッドコーナーがないということは抜きにくいコースですね、ここはね、ゴー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 Go! Go! 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 コースサーキット、
ゴー、2回。3回目のレフト。OK。ゴー。ゴー。こんにちは。ゴー。はい、いらっしゃい。F1 グランプリ in スペイン。情熱の国スペイン。ここで熱いバトルが繰り広げられます。ベルガーとの差は8ポイント、8ポイント差を追いかけるジュニア。はい、猫じゃらしさん、おはようございます。さあセッティング、旧タイヤプラクティス。まあ、予選でね、なんとかベルガー抑えたいんですけどね、ベルガーはここ早いでしょうね、スペインはね。レッツゴー。くねっ、くねっ。さあ、アタックラップが近づいてきます。さあ、アタックラップゴー。ライトコーナー、ライトコーナー、レフトコーナー、ライト、ライト、レフト、ライト、ライト、レフト、ライト、ライト、レフト。36秒台が出ない。37秒09、37秒09。6秒台はちょっと厳しいか。35、36、7、1、3。あれ、さっきより遅い、遅くなってる。さあ、スタートくれ。プロストが、おっと、あ、中島さんが2、奇跡が起きている。なんと中島さん35秒39。中島さん、どうどういう走りをしたのか。中島さん、ロケットエンジン積んだ。中島さんがなんと2位。中島さんが2位の時、ちょっと中島さん自身はちょっと嫌な予感がしますね。中島さん予選2回目の2位ですけど、1回目の時はね、散々でしたからね。中島さんが予選がいい時は何かが起きます。さあ、それがベルガーにとっていいことなのか悪いことなのか、中島さんにとっての運命はいかに。さあ、Hey, interview, Junior. Interview, okay? My name is Waika Chan from Japanese Kuji Television. Interview, okay? Oh, yes. Hey, oh. No, Pugia. Nakajima, Satoru Nakajima, interview. Okay. Satoru Nakajima, interview. Oh, yes. Satoru Nakajima is very electric, condition, very good. Oh, yes.Okay, Nakajima Satoru. No. You are condition. Condition very good. Good luck. Oh, yes. Nakajima, good luck. Oh, yes. Oh, thank you, sorry. はい。僕のことはいいんでね、サトルさんを褒めてやってくれよとね、ジュニアがね、言ってね。サトルさん、本当電気系統の調子が本当良かったんだろうと。すごいタイムでね、すごい、中島さん、素晴らしい走りを見てた。で、君の調子はどうなんだよと言ったところですね。僕の調子もバッチリだと。絶対に勝つと言ってました。さあ、ここで勝たないと試合終了。スペイングランプリ絶対に負けられない。スペイングランプリ、レッツゴー。さあ、中島さんの間をすり抜けてベルガーたちがいた。あとスピード乗って、危ない危ない危ない。
おっとっとっと巻き込まれ。さあスペインでハプニング、いきなりハプニング、中島さん巻き込まれましたね今ね。中島さんが墜落です。やった中島さんやられた。27歳より中島さん心配ありがです。35歳の男性方、中島さんまたかよ。はい、41歳の男性方、中島さん予選いいと絶対事故るんだよな。はい、あれです。52歳の、女性の方、やっぱり中島さん予選は いいとダメね。はい、あれです。中島さんへの心配のファックスが届いております。うん、3番手追いつけるか。12アンご機嫌ね。12アンご機嫌ね。さあキャー、31歳の男性の方も、ジュニアここで勝たないと終わりだぞと。 OK、 ウィリアム抜いて2位浮上。中島さん予選会とクラッシュする仕様なんとかならんのかという声が。そうですね、おはようございます。 F1 グランプリ in スペイン、トップ誰ですか。トップはやはりベルガーですね。ベルガーか。行くぞさんの愛の手を入れたい曲。ルル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 ル。収穫に注意。ベルガー強い。おいこらおいこらアルボレス。オッケー。収穫に軍団を5本抜き。お、まさきお前か。オッケー。オッケー、周回遅れ5番抜き。2番で変わらず後ろだ、コンマさん。ゴー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 。さあ周回遅れ抜いて、今のはカレーに抜き、カレー抜きましたね。トップまでまだか。トップと何秒差ですか。2秒差、2秒差変わらず。でん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 。オッケー、トムキオッケー、抜いた抜いた。残り3周ゴーゴー。オッケーゴ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 ー。緩めないジュニア。始まる。うわあ、抜かれた。うわあ、ジュニアのブロック蹴散らされた。ブロック蹴散らされた。でも当たったんでダメージはあると思います。ダメージはあるんじゃなかろうか。ベルガーにもあたってますからね、ベルガもね。ベルガも当たってましたから。ベルガ、ジュニアのブロック強引に割って入りましたからね。割って入った。ダメージが与えてるはず。ジュニアの思いがベルガに伝わったのか。ジュニアの思い、ベルガに伝わってほしい。危ない。ジュニアの思い伝わってくれ。伝わってないのか。2誰が1位だ。ベルガなのか。トップはダッツだ。そのトップは誰なんだ。トップ誰ですか、マイカちゃん。ベルガ、ベルガですか。うわ、なんだか1位に追いつけますか。あー微妙。ダメージが受けた分ちょっと追いつけないか。うわー、マイカちゃん君駅で言っている疑惑。あー、2位だった。今誰が1位だった。ツーダーさんです。パトレーズじゃないですか。あー、ベルガーに分かったが、わずか2ポイントさ。連続に、あー、というわけで差は6ポイント。やはりマイカちゃん見てないですね。見てなかったですね、全然ね。6ポイントさ。さあ、そして次は絶対に勝てる鈴鹿。ベルガピットに入ったんですね。ベルガピット入りましたね、やはりね。ダメージありましたね。
さあ、まあ鈴鹿は負けはしないでしょうけども、ベルガーの順位ですね、問題はね。ここでベルガー0、ジュニア9だと素晴らしい展開ね。さあ鈴鹿ディスタンス 5.859、 ラップ6、ウェザーファイン。とにかくベルガーここ2位だと、もうジエンズ、ジエンズ。まあジュニアこれもう14回優勝しますからね。一度リタイアがあるだけで残り全て優勝している相性のイスクラグランプリ。とにかくベルガーをノーポイント、ベルガーノーポイント、ジュニア9ポイントで逆転です。オーストラリア決戦に持ち込めるベルガーが何位になるのか。ここで並んで最終決戦だと見てる方としては熱い。そうですね、G も分かりやすいですからね、ベルガーズ並ぶと。 GO! 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 あ、右だった、右だった、 OK、 右寄り。アスキーアート省略、パシパシ、キャージュニア、キャージュニア、プキャージュニア、アスキーアート省略、プギアが入ってる、プギアが入ってる。 GO!さあ大事な鈴鹿グランプリ、うん、旧タイヤ。さあもう鈴鹿超満員です。もう鈴鹿には入れません。ゴーゴーゴー。3、4、5、6、ジグザグを抜けて、立体交差抜けて、ライトコーナー、レフト、レフト、そしてレッドコーナー。さあ、アタックラップ。1、2、3、4、5、OK。GO!Go go 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 goOK、 完璧、素晴らしい、キャジュニア、ゴゴ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 ゴジュニアゴ。 OK、 緩めることなく 4-3、 187個目差です。鈴鹿決戦 1-2-3 ジュニア。さあポイント差、追いかけるジュニア。セッティング、シーソフト。ヘイジュニア、インタビュー、ノーインタビュー、ノーインタビュー、ノーインタビュー、グッドラック、オンリーグッドラック、オッケー、オンリーグッドラック。
さあもうグッドラックしかいらないという、言葉はグッドラックしかいらないということを言われたんで、グッドラックのみ、グッドラック、グッドラック。さあ日本グランプリベルガーが何位なのか、ジュニアはもちろん優勝しないといけない。レッツゴー、ゴー。さあベルガーファーストコーナーお先に飛び込んで OK。 なんとかファーストコーナーの事故には巻き込まれない。ベルガーがいる、ベルガーゴースアウト、危ないゴースアウト、ベルガー危ない、ベルガーゴースアウト、 OK。 やってない、やってない、やったわね、27歳ウェル、ありがとうございます。ベルガーやりに来ましたね、OK、わらわら、やった。さあ、もうジュニアはトップ。ここあとは2位争いにカメラ映せませんか、映せません。あ、そうですか、はい。おっと、フェラーリが、フェラーリが飛びしてくる。まあ、フェラーリは2位でいいです、フェラーリ早くていい、フェラーリ早く、ゴーゴーフェラーリ、ゴーゴーフェラーリで来い。ベルガーやりに、とにかくいっぱい早く行ってくれ、 OK。ベルガー包囲網を敷いてくれ。ベルガーの状況どうですか今現在ね、ベルガーね3番手、3番手、はい、ありがとうございます。ベルガーの状況逐一教えてください。はい、わかりました。ベルガー今ないですか、今早いですよ、まだ3番手、はい。59歳の男性、ベルガーの情報が気になる、はい、ありがとうございます。95歳の女性の方、ベルガーの情報気になるかね、はい、ありがとうございます。21歳の男性、ベルガー気になるな、はい、ありがとうございます。15歳の男性、ジュニアが優勝するのは分かりきってるからベルが気になる、はい、あれです。88歳の女性、ベルが気になる、はい、あれです。10歳の手術中の少年、僕は手術、はい、あれです。11歳の女性、ベルが気になる、はい、あれです。ベルガー以外が気にならない放送、ベルガー以外はちょっと気にならないですかね。おいこら、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 ロータス、はい、この周回遅れ続々抜いて、周回遅れ、おいおい、中島、中島、アクリキャダンナー、極意乗りました、 OK。 旦那が気になる、極意、はい、あれです。残り3周、これは、これは背中、背中、背中、収穫くれ。ここはジュニアトップ独走してるんですからね、ベルが 見えたら当ててもいいかもしれませんね、当てたらジュニア、あ、ベルがピット、ピット行きにしますからね。まあ普通はそうしますけどもね、しかしジュニアやっぱりフェアプレーですよね、ぶつけませんよね、あれね、正々堂々と、普通はしないんだ、正々堂々と勝負したいとジュニア常々言ってますから、他のドライバーならおそらくね、ベルガーにぶつけて、自分トップですからね、差がありますから、ベルガーにぶつけて、ベルガーをさらに、ね、ピットに追い込もうというね作戦を取りますけれども、ジュニアそういう作戦取りませんね、さすがジュニアですよね、さすがジュニアですよね、フェアプレイ、正々堂々、これがジュニアです。もう自分のベストを尽くして、もう2位と30秒差ですから、30秒ですから、はい、私はバッチリいいとこいますよ。ベルガの状態は何ですか、ベルガ今3位、3位ですか、はい。さあファイナルラップ、まあジュニアがもう30秒以上差つけてますからね、2位と、あ、ちょっとちょっと、そんな中引っかかってもまあ問題ない。ゴー。さあ、あとはもう気になるのはベルガーだけ、ベルガー何位なんだ、2位と34秒ついてる、おい、あ、おいおい、アグリ危ない、リタイア、リタイア、リタイア、あ、マクラーレン2体してる、マクラーレン今2体してる、2体してる、あれは何だった、ベルガなのか、セナなのか、今マクラーレンか、カシオトランクルで、いや見えましたね、マクラーレンの方が、あれはどっちなんだ、何があった、プロスト、あ、ベルガ入ってる、わー、セナでした、わいかちゃん、だから僕言いましたよね、3位ベルガだって、
ベルはリタイしてならリタイって言ってますから。そうですか。はい。パチパチパチ。4位だったじゃないか。わらわら。これで。パチパチパチ。ウィンで。さあ5点差縮まったということは、天才的な走り。最終レースが1点差です。1点差で最終レース、最終決戦。最終1位ならもういいですね。あ、これでエンディングが優勝で、エンディング、ね、ワールドチャンピオン優秀の美を飾ってエンディングになるのか、それともあ、これエンディング枠ですね、もうね、エンディング枠出てるけど、熱い展開。さあ、まあ、来週も一応ね、コンストラクターズモードがありますんで、ちょっとコンストラクターズモードも一周やって、来週で、サーカスは終わりますけども、とりあえず本編は今日エンディング枠になります。DJ ですね。さあ、最終決戦。オーストラリア決戦、アデレードの地で雄たけびを上げるのはベルガーなのかジュニアなのか。さあベルガーならば、ベルガーは何年目ですか。1,2,3,4,5,6,7、3年目で優勝したんですね。13年ぶり3度目のワールドチャンピオン、ベルガーならね。ジュニアなら2年ぶり、11度目のワールドチャンピオン。アデレードは2回今まで勝ってますね。あ、3回か、3回で勝ってますね。アデレードは6位、2位、5位、4位、優勝リタイア、優勝リタイア、5位、2位、6位、5位、優勝8位、4位と波乱万丈のレース展開、アデレード。読めない、笑、全く読めません。初優勝がマクラーレンの時だからね。さあ、まあ晴れてるのはいいことですね。途中で雨が降らなければラン。アデレードに散るのはベルガーなのかジュニアなのか。吉住さんどうですか。 50% です。雨雲はね、まあかかってませんね。はい、若干ちょっとね怪しいのもありますけども、まあこれは大丈夫でしょう。この長い直線がありますからね、ちょっとマシンパワーではちょっと不利なジュニア、あそこの長い直線で差をつけられたのをここで取り返す、この連続コーナーで。そしてここはリタイアのね危険性ありますからね。さあ緊張感が走るアデレード。オーストラリアのね皆さんはもう国民行事だと、刺さる率 50% アップ、もう国民行事だということで、もうねもうジュニアの大応援団やってきています、オーストラリアに。パウさんがあるようです。さあいよいよ最後の予選、16年、ジュニアが走ってきたこの16年の思いを全てこのアデレードにぶつけなきゃいけません。16年間の集大成。16年の集大成、ベルガーに勝てばジュニア優勝。ベルガーはジュニアに勝てば優勝。思いをすべてアデレードにぶつけると言ってました。
タック左右左左もう一度左左そして右そして長いストレート右左が来ますその後右ですぐ左が来る OK そして左3回1 2もう一回ですぐに右が来る3右完璧だおいジュニアコースを知っている知り尽くしたジュニアアデレードを知り尽くしているジュニアイエス最後ジュニアちょっと緊張のせいか手が震えてきたのかジュニアハンドルを握る手が震えているさあワンツースリーフォージュニアワンツースリーフォージュニア目の前にベルガーセナがブロッキングをしているさあ中島さん鈴木さんもジュニアの応援とにかくジュニア頑張ってほしいと言ってました思いを壁にぶつけるおっとなんとHey, Junior, interview okay? Oh, yes. Hey. Oi. Hey, Waika-chan. What is it? Oh, yes. Waika is very important present. Oh, yes. My interview okay? Okay, interview festival. Oh, yes. Interview festival? Oh, yes. Interview. Oh, yes. Interview floor. Okay? Oh, yes. Thank you.Oh, why important festival? Oh, yes, no, important. Oh, race, finish, oh, win, world champion. Okay, oh, yes, okay. はい。何やらですね、重大発表があるということでね、重大発表があるということで、このレースが終わったら、ね、ワールドチャンピオンが決まって、このレースが終わったらね、大きなインタビューフロアを用意してくれと。言われました。はい。まあ、私がじゃあ用意しないといけないのか。というわけで、この後重大発表があるということですね。オーインポー。インポータンス。さあ、ちょっと延長しないとエンディングまで。わらわらさあ、アンチスレではもう中身知ってるよ、その声が。いよいよ、オーストラリアグランプリ。フラグ、なんだって。決戦です。延長 OK。ベルガーかジュニアか。16年目最終戦ゴーおっといきなりセナがぶつかってベルガーがぶつかればよかったのにっていうあの観客の心ない声いやいやぶつからなくてよかったベルガーがぶつからなくてよかったとジュニアの心の叫びこうでなくてはね邪魔者はいらないもうベルガーとの一騎打ちだデレンデンデレデンデレレデンジャゾンもう最終局にふさわしいデンジャーゾーン金屏風を用意してくれって言ってたようですねデンジャーゾーンベルガートンさんの何秒ですか2秒はいあれですあれマイク拾ってましたよデンデレデンデレデンジャーゾーン3番手トップに行くのはベルガーデンジャーゾーン心ない男はデンジャーゾーンデンジャーゾーンデンジャーゾーンさあフェラーリデンジャーお直線でフェラーリを返した直線でフェラーリを返したいややっぱりかわせれたかわしたと思ったらかわせたデレンデンデレデンデデレデンジャーゾーンジュニアの気迫がしかし見えましたね今ね直線でかわしたということはねジュニアの気迫が全然残り60ベストラップ全然ゾーンおうここに見た男は全然ゾーン全然ゾーン全然ゾーンでででででででちょっとジュニア慎重ですねね集合くれ。ああ、何やってんだよ集会。ああ、
ティレル中島さんに向かって、中島何やってんだ、ほら中島何やってんだよ、中島、中島帰ってんじゃん。部屋のグリップが落ちて壁に刺さる未来が見えます。これは辛い。電流ゾーン差が広がった。何秒ですか？5秒。うわ、5秒に広がった。中島さん仕事した。うんめえ。ジュニアは F1 に愛された。うんめえ。さあ F1 に愛された神ジュニア、頑張って。ベルガーピットに入りますか？入りそうです。はい、次の週ピットです。ベルガー、はい、デンジャーゾーン入りますか？入ります。デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、ここまで来たやつらデンジャーゾーン。サンバス壊れた。入ってない、入ってない、入ってないよ。もうすぐ入ります。デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、デデデデンデデデンデデンデンジャーデデデデンデン、デンジャーゾーン。23歳 OL、 はい、あれです。35歳男性方、最後のジュニアの優勝見たい。49歳男性方、ジュニアの重大発表で何かしら。56歳男性方、ジュニアの重大発表なんだ、結婚か。71歳男性方、ジュニアの重大発表なんだ。イエス。2番手トップは誰ですか？ベルガー、ベルガトップ、ベルガと何秒差ですか？ 5秒差。デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、デデンデンデデデンデデン、デンジャーゾーン、デデンデンデデデン。ジュニア、あと1台よ、あと1台。79歳男性の方、あと1台じゃ。デンジャーゾーン、中島さあ、2番手変わらず、あと1台、あと1台だ。おいこら、おいこら、でこい。デンジャーゾーン、あと1台、デンジャーゾーン、デンジャーゾーン、あと1台。わあ、追いつけない。あら、あー、あ、1フェラーリだ、ラッキー、フェラーリラッキー。あー、抜かれた、フェラーリ抜かれた。あー、抜かれた。あー、勝ってたのに、なーの。勝ってたのに。これは無念。あー、ラストコーナーで、これは悔やまれる、わら。うわー、プロスだったのか。モエカちゃんが嘘言ってた。うわー、嘘だろー。結局ベルが、これは時が戻るか。うわー、長年時を戻す F1 ドライバーとして走ってきたラックスジュニアは本当のフィニッシュを迎え、チームクルーのみんなに別れを告げ、ゆっくりと歩き出した。はい、パチパチパチ。ジュニア、重大発表とは引退だった。本当のフィニッシュ、みんな喜んでますね。フィニッシュ、なんだって。サンキュー、グレイテストドライバー。体力の限界、気力がなくなる。体力の限界、スタッフ、ゲームデザイナー、死ぬんですか？ワークス村上、ノリタタコ小川、アンチスレではサーバーがダウンしました。プランナー、リチャード田中、ワークス村上。
ノリタ、タコ小川、プログラマー、ワークス、村上、最後優勝で終わりたかったけど、ね、グラフィックデザイナー、ヒロタカ、奥田、ミュージックコンポーザー、ノリタ、タコ小川、ノリタ、タコ小川さん何回出てくんだ、ファンキー、藤原、サウンドエフェクター、ノリタタコ小川、小川さん何でもやってんな音楽もコースデザイナー、リチャード田中、ワックス村上、ワールドキャンプ取らなくてこの色だと落ち込みますねテクニカルデザイナーマッド古川、仕事しすぎ、テクニカルアドバイザーマッド大本、あモッドかモッド、 F1 データスーパースプライサプライヤーアローズサワイ、ボッタマン、パブリックリレーション、サージェント三浦、ね、アドバイザーニキボン、テストドライバーノリタタコ小川、テストドライバーをやってるノリタタコリチャード田中、ヒロタカ奥田、ニキボン、スペシャルサンクス、バビブベピンター、バビブベピンター、アデュー、ラックスジュニア、 See you again、 何でもお任せ、小川、パチパチパチ、ありがとうございます。小川どれだけ兼任してんだ、最後逆転優勝で締めたかったね、本当にね、パチパチパチを、ありがとうございます。コースに怪我、パチパチパチ、思った パチパチパチ、来週ちょっとコンストラクターズモードちょっとね、一回これ多分3話くらいで終わるよね、コンストラクターね、これは自分で操作しないでなんかコンピューターに操作させるみたいですよ、コンストラクターズもちょろっとしか書いて1ページしかちょろっと説明書で触れられてないですけどね、最高4人までプレイできる、方向機の上下で周回数選択、うん、8チームから選ぶ、毎週ピットインさせるんですね、うん、というわけですね、ちょっと来週コンストラクターズモードやって終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC 版 F1 サーカスは次回で、来週で多分終わりです。プロジェクト F、 私来週コンストラクターズモードでね、うん、プロジェクト F はコンストラクターズないからね、はい、おでした、おでした、はい、おでした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 、おつです、おです、おつ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 でした、おつでした、お昼後はじいちゃん散歩でまたお会いしましょう、またお会いいたしましょう。